はい、どうも、こんばんは。皆さん、音は聞こえますか？音は聞こえますか？どうでしょう？音量も小さかったら教えてください。音、大丈夫？今の音量で。小さくない？ちょっと音量上げた方がいいかな？これくらいどうだろう？あ、訂正です。どうでしょう？皆さん、OK でしょうか？すいません、電波の問題で問題なく見えてますか？3カ所ほど心霊スポット回ったんですけれども、残念ながら電波の関係で放送ができなくて申し訳ありませんでした。今から心霊スポットに行きたいと思います。上げない方がいい？じゃあ下げるよ。音下げます。これで OK ですか？これで OK？ 音下げたよ。大丈夫？じゃあ、行きたいと思います。うん、OK、OK。じゃあ、行こうと思います。これが有名な車なのかな？これはどういう風に有名な車なのか？これ事故車両の？すっごいね。相当古そうだな。なんで？これどうやって見つけたの？もともとここにずっとあって、うん、最初カバーかぶせてあったんですけど、うん、多分ここに来るようになった若い子ってが外して、うん、でそこから結構これに関して見に行った。すごい廃墟。この前こちらの2階か3階の窓で見られてる感じだ。2階から見てる。だよね、だよね、ほら。マジや？お前すごい。あとね、3階の一番奥から見てる。早速中に入ってみたいと思います。行きまーす。潜入しまーす。ちょっとこれ持ってもらって設定するから。これはやばい。じゃあ2階のこっち側のちょうどこの部屋で、なんか、じゃあ皆さん準備 OK だったら手を挙げてください。準備 OK だったら手を挙げてください。いきます。良いですか？結構やばいところらしいです。よし、じゃあ行こうか。行きましょう。筋トレマシンですね。ここは多分筋トレをしてる人がいるのかな。ちょっと空気が冷たいですね。すごい空気がちょっと冷たい。冷蔵庫がいっぱいたくさんある。ベッドですね。ベッドとかもともと容量所があったらしくて、ベッドがかなりありますね。ベッドの数がかなりありますね、まだでもそんなに古くないですね、ベッドは。あ、ごめん、ガヤの声が入って怖くないって言うから、俺後で入るよ。一回回った後に。じゃあさ、うん、こっちの階段上がってくんないか。うん、じゃあ先に俺、うん、上回ってる。渡り廊下があるから。うん。じゃあ先にちょっと分かれますね。上行きます。じゃあ階段を登っていきたいと思います。行きましょう。雰囲気が怖いですね。完全な廃墟ですね。あー、すごい、ガラスが割れて外がむき出し。おー、ガラスがちょっと、ガラス片が外つながってますね。あー、3階建てですね。
どうしましょう。皆さん2階から行きましょう。それとも3階まで行っちゃいますか、一気に。どうしますか。3階まで一気に行くか、それとも2階から攻めるか、どちらの方がいいですか、皆さん的には。2階から攻めるか、3階から攻めるか、コメントお待ちしてます。蛇出るかなぁ。え？コウモリ。嘘、どこ？今そっち入ってった。2階に。コウモリ？じゃあ、2階からというのがあったので、上からどっちがいいかなぁ。みんなどっちがいいか書いてください。2階から。じゃあ2階から多いので、意外から行こうと思います。ここはネットには載ってない先ほどのスポットで出会った人から地元しか知らなくて地元ですごく有名なところということで、教えていただいた場所です。うわー怖いな、これやばいな、これは、なんか診療所だったんだね、多分ね。うん、海が近いんで。あ、そっちのライト消しちゃっていいや。こっちだけで行きます。もう使われてないですね。配線もなくて。非常階段の音ですね。2階の他の部屋見てみましょう。ああ、病院の機械だから、病院本当だわ、これ多分。これは何ですかね、病院の機械ですね。ああ、病院じゃないんじゃないかって言ってたんですけど、ちょっと、これはなんか医療器具っぽいので、病院だったんだろうね。診療所か。なんかの施設ですね。ちなみに何の機械なのかちょっと見てみましょう。何でしょう。ああ。すいません。昔の透析かな ?MICROADR、マイク、読めませんでした。ごめんなさい。すいません。僕には解読することは不可能でした。残念です。ガラスの割れがひどいですね。消火器が。いや、怖い。何これ。なんで椅子が向こう向いてんの。何これ。いや、こういうの超怖いんだけど。あそこに座ると、みたいなのあるのかな。外を見るとって感じかな。ねえ、あそこに座って外を見ると、みたいな。なんだこれ。ガラスがすごい割れてる。なんだろうね。ガラス片がすごいですね。いや、あれ病院のさ、あれなんか瓶でしょ。これなんだ。何上の音。薬の瓶とお風呂ですね。お風呂、ここは多分入浴場だったんだと思います。グリ
リセリン、クエン酸、クエン酸とかグリセリンって書いてありますね。まだ未開封のグリセリン、クエン酸が大量にあります。何に使うのかさっぱりわかりませんが、グリセリンとクエン酸がたくさんありました。怖えな、これ病院だね、完全に医療器具は。ロッカーがありました。ロッカーには何も入ってません。名前が書いてあります。杉山、山本って書いてありますね。横田さん、ですね、あそこにあるクエン酸とグリセリンは、メルカリに出品はいたしません。よいしょ、次行きます。ここはトイレかな。うわー怖い、トイレですね。行きます？ちょっと行ってみますか。男性トイレですね。開けてもらってもいいですか。ここゆっくりお願いします。ああゆっくりゆっくり、ああ大丈夫ですね。何もなかったというゆっくり閉めてください。奥の方もちょっと奥行っていただいてもいいですか。あ、電波ない電波ないからやめますか。こちら女子トイレかな。こちらは、女子トイレではないですね。先ほどの医療器具があったところですね。どうしよう、じゃあ下行け、上行ってみましょうか。初見さん、登録お願いします。コミュ登録お願いします。すごい、比較的新しいのかもしれないですね。何ですかね、今度はなんかの錆、すごく錆びた。ここは個人的な個室ですね。個室のトイレと、お風呂、ユニットバス、なんだろう、これ硬化剤グレーって書いてありますね。火災グレー、ここさっき踏んだんだ、多分外見ようとし、外は海ですね。なかなか雰囲気があって怖いですね。いや怖いね、ちょっと雰囲気がやばいですね。何の施設だったのか。しかもここはですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、すごい海沿いのすごく小さな部落なんですよ。海沿いのとあるすごく小さな部落なんですね。100人も住んでないよね、多分この辺。100人も住んでないぐらいの部落で、なぜこのような施設があったのかもちょっと謎なぐらいなんですね。ちょっと非常に怖いですね。なかなか雰囲気があります。波の音が聞こえるんで、おそらく診療所だったんではないかと憶測をしています。僕らは
じゃあそのまま行きたいと思います。集落っていうんですかね、このまま進んでいきたいと思います。ちなみに先ほどの心霊スポットでは先ほどの心霊スポットはですね、動画に収めてありますので、後日動画の方を公開したいと思います。あ、消えた、なんで今消えた、あ、ライトが一発消えましたね。行きたいと思います。まだでも比較的綺麗なんで、比較的綺麗ですね。そこまで潰れてから時間が経ってるような感じはしないですね。そこまで時間が経過したっていう感じは、見受けられません。こっちも洗面台とトイレですね。トイレですね、洗面台と。まだ比較的新しいような印象を受けます。で、続いての部屋に行ってみましょう。ここトイレですね。あ、この部屋なんだろう、すごい寒い。絵が飾られてますね。何か書いてあるのでちょっと読んでみます。 VERYSPECIAL ARTS NEW YORK CITY FESTIVIL。 これは間違いなく日本語ではないですね。ちょっと解読することは不可能でした。次行きましょう。まあ、リアルバイオハザードですね、本当に。外に出られる緑の昭和の家電ですね。これはお皿があるので、ここで炊事洗濯ですかね。お盆などもあるので、ここで食事を。え、なんだろう、ロハコさんが上行けるのこれ。屋上っすね、ただの。下に行けば隣の塔に行けるかもしれない。嘘、隣に塔があるの。ちょっと俺行ってみるから、ロハコさんどいて。うん、上は何なの、屋上。じゃあ屋上行ってみましょうか。怖いな。ありがとうございます。ロハコさんどうですか、ちょっと来てください。うん、ロハコさん今のところ霊能者的にはどんな状況でしょうか。あ、大した霊はいないね。ちょっと番組のことを考えてもう一度コメントいただきたいんですけど。こっちにはいないので、あっちが。あっちに霊を感じるということで。そうですね、うん。あっちに。ありがとうございます。模範解答。はい。じゃあ、ちょっと怖いですけど、屋上に行ってみましょう。あいつ、全然空気読めねえな。ほんと腹立つわ。ほんと腹立つわ、なんか。あ、すごい。すごいですね。うん、なんか、屋上ですね。
開かない？あ、なんか隣の塔がどうとか言ってたよね。隣の塔ってどこだろう。ああ、やば。こっち側に行きたいんだ。これ住んでないよね、人。多いな、うん、すごいただならぬ雰囲気を感じますね。では、屋上に来ました。ちょっと窓が開いているので窓を覗いてみましょう。おそらく僕の予想ではボイラー室のようですね。ボイラー室のような雰囲気がします。ボイラー室かな、うん、ボイラー室ですね。じゃあ、階段を下っていこうと思います。鉄の階段ですね。行きましょう。木が生い茂っています。では元に戻りたいと思います。怖いですね。なぜ廃墟になると、ガラスが割られているんでしょうか。僕は前々から疑問だったんですけど、廃墟と呼ばれる場所は、ほぼ 100% の確率で、ガラスが全て割られています。謎ですね。おそらく、霊の仕業だと思われます。あれ ?2 階3階、うん、ここも外に行くなんかがありますね。2階何でしょうか。完全にバイオハザードですね。やっぱり窓ガラスが割られております。これ完全に霊の仕業としか思えません。この割れ方は人間が、割ったらこういう割れ方はしないと思います。はい、消火器が不自然に並んでます。これはもう霊の仕業ですね。ご覧いただけますでしょうか。筋トレ、多分おそらくボディービルダーの、例見えますね。多分生前はこのトレーニングマシーンで、腹筋をひたすら鍛え続けていたことでしょう。感じます。
では、霊能力者にちょっとインタビューをしたいと思います。はい、なんでしょう。霊能力者にですね、ちょっとインタビューを。まあまあ、マジです。ごめん。うん。あ、では、どうでしょうか。向こうに気配はあるんですけど、開けると不法侵入になっちゃうのでまずいかな。なるほど。うん、あそこから、はい、あの窓から見えてるっていうのが一番ちょっとまずいかな。なるほど、なるほど。うん、なので、はい、これ以上のツッコミはちょっと難しい、ね。ちょっと難しいっていうことで。うん、はい。霊能力者がこれ以上ですね、霊を怒らせてはいけないと。これ以上刺激を与えると、本当にたたりが起こるということで、霊能力者の方からストップが今かかりました。ここからは絶対に踏み込むなというふうに、女性の、あそこね、はい、封はしてないんで、はいはい、だからあそこを照らしてくれないと。あそこは封をしてないのね、はい、ただぐるぐる巻きにしてあるだけだから、うん、ほどけば開いちゃうんだよ、ドアがね。なるほど。なんだけど、うん、あそこの窓が電気ついてる都合で、やると110番、うん。なるほど。わかりました。ちょっと解説しますね。うん、ですね、何かしらの結界が張られていて、強力な磁場が発生していると。で、封を破ることは、掟破りだということで、霊能力者の方から、ちょっとこれ以上霊を刺激するのは危ないと、光を感じると。反対側の方の一軒家の方から強い光を感じると。ということで、この封印を解くことはできないという判断です。すごい、ね、はい。すごい危険な場所です。そうだ、ん、はい。あ、右手わかった。うわぁ、怖いなぁ、これ。これやばいなぁ。これやばいですね。これはやばいですね。左下と右上。右上。これはやばい。窓いっぱいあるけど、他に感じない。他に感じない？向こうからね、うん、2番目と3番目から。バカ見るじゃん、やから。みんな暇なんだよね、うん、お客さんを待ってんだけど蓋されちゃった。あ、だから取れなくなったから暇なんだ。なるほど。これが有名なブルーの結界と呼ばれている。液体？ブルー、液体、ブルー、液体んだけど、ブルーの結界ですね。これは多分陰陽師、陰陽師の安倍の生命が張ったと言われている青い結界ですね。青の結界を破る者にはたたりが起こると言われてますので。懐中電灯よりよ、いや、電池をもう一個買ってきて、すごい危険な場所ですね。危険ですね。危険な、とんでもないやばい空気しか感じない、うん、何この人の目の説は嘘だったってこと？うん、そうだ、ここで皆さんに、残念なお知らせがあります。残念ながら、ネタが尽きてしまうというですね、非常に危機的な状況になっております。唯一電波がある心霊スポットだったんですけれども、完全にネタが尽きました。はい、では、新宿に帰りたいと思います。完全にネタ切れです。心霊スポット、富士の樹海など、
今日今いる場所4箇所目なんですけども、え、見事に全部電波がなかったです。海沿いから回れる、うん、それはあの結界を通過できるっていうことでいいですか。うん、そうですね。もしかしたら結界が張られてない空間から、うんうんうん、ああなるほど、それはいい可能性と、可能性ということで、うん、なのでまだ確認してないので、うん、なるほど、ここかな。そうですね、行ってみましょう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 。じゃあここを気持ちだけで行ってみましょう。なんとですね、今霊能力者のロハコさんからですね、結界の隙間があると、もしかしたらその結界の隙を縫うことができるかもしれないということで、我々同行していきたいと思います。結界を破っていきたいと思います。今ですね、勇敢な霊能力者と、それに続く、若者たちが果敢にも結界を破っていきました。私もちょっと勇気を出して、結界を破りたいと思います。行きましょう。引っかかった。今見事に結界を通過することに成功しました。なかなか強力な結界のため、突破することは難しかったのですが、今結界を通過することができました。行きましょう。どんどん進んでいくな。すごい廃墟ですね。なかなかすごい廃墟です。ただならぬ、何か冷たい空気を感じます。ただならぬ、ただならぬ冷たい空気を。このような形で完全に倒壊を起こしております。完全に倒壊されてますね。これは例の仕業でしょう。人間がコンクリートを破壊することは不可能に近いと言われてますから、完全に例の仕業だと、確信しております。人間の力ではあのようなコンクリート、頑強なコンクリートを破壊することはできません。一体どうなっているんでしょうか。お墓？お墓？え、なんで？お墓がある？お墓は上にある。なんだこれ？え、マジで？え、ありえなくない？ありえない。なんでこんなところにお墓があんの？怖っ。こんなところにお墓あんの？え、なんでこんなところにお墓あんの？やっぱり結界の力が強すぎるみたいですね。結界で、これは、呪縛、結界のやっぱり力が強すぎるため、霊が完全に我々の侵入を拒んでいます。はい。無理でした。
少々お待ちください。ですね、今霊能力者のロハボさんからインタビューを取りたいと思います。霊能力者のロハボさん、ちょっとコメントをいただいてもよろしいでしょうか。はい、結界が厳しくて入れません。結界が厳しい、うん、どのような結界が張られているんでしょうか。このような、このような、これはお墓、お墓でしょうか。うん、ここで石を掘ってたんじゃないでしょうかね。石を掘ってた。うん。ねえ、あそこにある。ん？何があるの？あそこ崩れ落ちちゃった。うん。違う。崩れ落ちちゃった。もっと流れに来るよとか、怖いです。ただならぬ空気の中、撮影を続行しております。じゃあこれ、この石段としてそっちの線の向こう行って出た方が安全そうですね。そうですね、うん、うん、いや、この石段の上だ。あ、引っ張られるってことがあるからね。後ろにグイッとね。うん？どうした？いや、もうやっぱりそのどうですか、今回のスポットはレベル、レベル、レベルを教えてください。レベル3、レベル3ぐらいですか、うん、なかなか中級的な、うん、ですね、うん、なんておっしゃいました今。わざわざ来たのに残念。残念。うん、高すぎて。はい。脚立でもない限り無理だね。うん。うん。それはもっと積んであればね、登れたんだからね。海映してください。海はちょっと映らないですね。ちょっとさすがにライトが。さすがにライトが弱いんで。うん。はい。一番星ですね。綺麗ですね。じゃあ戻ります。七分岳ですね、霊能力者ですね。さすが七分岳ですね。長ズボンでもなく半ズボンでもなく、なかなか少年の心を忘れてない七分岳です。七分岳です。すごいな、怖いね。と、うん、いうか療養所とか病院だとしても、うん、狭すぎません。ちょっとなんか診療所みたいな感じなのかな。診療所なのかな、うん、部屋数がちょっとなんかおかしい、おかしい、うん、例の仕業ですね。間取りを間違えさせた。建設の、建築の段階で呪いをかけて、こう、間取りがちょっとおかしい感じしてるんですね。
ご覧いただけたでしょうか。おそらく、日本における生放送史上、最も、危険な、そして最も過酷で最も恐ろしい映像が撮れたと思います。なお当動画当生放送を見た、リスナーさんおよび視聴者の方々に、どのような、不幸なことが起ころうとも、我々は一切責任を取りません。自己責任でこの動画をご覧いただくことをお勧めします。え、何あの岩、あれすごくない？え、何あの岩すご、てか明るくなってきた。開けて開けるな。もうすぐ、もうすぐ開けるな。これヨガ、夜が明けますね。完全に明るくなってきましたね。海が明るくなってきました。夜が明けそうですね。月はもうないのかな。あ、これ持ってこなくていいですか。我々、生主ゴーストバスターズ、今回、心霊スポット4カ所行き、ほぼすべて、どういった何かしらの霊的なトラブルのせいか、電波が全くなかったため、放送を断念しようとしていたのですが、最後に、心霊配信をお届けすることができた、この喜び、そしてですね、この番組を見ていただいている視聴者の皆様が、本当に楽しんでいただいたことを、深く、感謝いたします。では帰ります。お疲れ様です。帰ります。お疲れ様です。お疲れ様でーす。じゃあ、失礼します。盛り上がってんの？何勝手に盛り上がってんの？何見えた？僕の周りにいるから見えてきちゃうの。え、どこに見えたの？あの車で。車？性別は？待って。静かに、静かに、静かに。車？で、性別は？え、待ってよ、ちょっと待って。性別があるんで。女じゃないですか。女。ほら、ほら、俺絶対も見えたもん。女。クソがかってバカ取りやがったもん。クラブの女。怖い怖い。うん。絶対俺も今見えたと思った。で、あんまり。あんまり盛り上がらそうなので終わりまーす。お疲れ様でーす。あ、お疲れ様でーす。え、どんな人が見えたんですか。ちょっと解説をちょっとお願いしてもいいですか。え、何、どんな女の人が、あ、ライトお願い、女の人が後ろから似合って笑いながら、後ろの席ですか。はい、女の人が、はい、どういった女性ですか。どういった女性、多女性、
女の人ですか。ちょっと見えない。え、映って、映ってる、見えてきた。見えてきちゃう、見えてきちゃう。見えてきた。ほら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 、え、どん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 後ろ下がってない。そうそう。っていうか、4体いるのね。4体いる。見えます？フロントしか見えない。今彼から見て、うん、一番後ろにヘルメット。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。